はい、ではこの動画では、頚椎ヘルニア、首の痛みの人に効果のあるストレッチのやり方についてお伝えの方をしていきます。では早速実技の方やっていきますね。まず仰向けに寝ていただいて、枕少し高めで少しクッション性のある枕を用意してください。なければもう自分の使っている枕で大丈夫ですので、で足ですけども、ちょっとこれ今見えないんですけども、膝を伸ばしてするとこれをやってる時に腰をぐーっと反ってしまって腰を痛めるちょっと可能性があるので、膝をなるべく立てて行うようにしてください。でその状態で真上を見て、で頚椎ヘルニア、首の痛みのある方っていうのは肩の位置よりも頭の位置が前に来ることが多いです。そういう方っていうのは顎が上がってしまっている方が多いので、こう顎を上げるんじゃなくて顎を少し引く、で引いた状態で中指と人差し指を両方顎のところに置いてください。でこの状態で顎をこの枕の方向ですね、枕の方向にぐーっと押していきます。でこう押していくと、実はこれはここの後ろの筋肉のストレッチになります。で押していくとここが痛気持ちく感じたりとか、伸ばされてるなっていう感覚を感じます。なのでそこの感覚を感じたところで止めるようにしてください。で止めた状態で10秒間ですね、ぐーっと押して、でこの時に結構息を止めがちになるんですけども、息をなるべく自然の呼吸で止めないように意識してください。ですね、これを10秒間3セット行うようにしてください。ポイントは顎を引いて枕方向にぐーっと頭をここを押して枕に押し付けるイメージです。がしっかりできるとこちらが伸びてきます。これで頭の位置を後ろにするっていう風に意識させることと、こうすることでこの後ろの後頭下筋っていう筋肉がストレッチされるので、頚椎ヘルニア、首の痛みによって頭痛が起こっている方などにも効果があるので、ぜひ実践の方をしていただければなと思います。それでは以上ですね。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。